国際生物学賞は生物学を研究していた昭和天皇の在位60年などを記念して創設され、今日は第33回の授賞式が行われました。受賞者はアメリカメリーランド大学のリタ・コルウェル特別栄誉教授で、コレラ菌を含むビブリオ属細菌の分類体系を確立したことなどが評価されました。陛下は懇談の場でおめでとうと声をかけ、和やかに会話を交わされました。